はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、前回のリフレクホーリーの動画の際にエアリスのホーリーをチェインに組み込むタイミングを教えてくださいというコメントがありましたので、そちらをご紹介していこうと思います。まあ、今回ご紹介するチェインに関してはよく使うチェイングループ2、チェイングループ1、チェイングループ16のトリプル、そしてレインやアオフィーナが持っている30ヒットの LB、 このタイミングをご紹介していこうと思います。で、ホークアイやクイーンが持っているヒット数24、27の LB に関してはチェイングループ1、チェイングループ16のトリプルと、同じ、感覚になりますので、そちらはね、チェイングループ1とチェイングループ16を参考にしていただければと思います。じゃあね、早速、チェイングループ2のトリプルからやっていきたいと思います。では行こう。はい、じゃあね、まずは、チェイングループ2のトリプルにホーリーを合わせるタイミングご紹介していきます。まずはリフレクを味方全体に、そしてホーリー、今ねリフレクを発動したルーファウスにターゲットしていきましょう。そしたらクラウド、トリプル使ったチェイングループ2で、アバティファートリプルのチェイングループ2やっていきましょう。でタイミング的には、ホーリーを発動して光の玉が画面の上に行った瞬間になりますので、早速やっていきましょう。エアリスを押して光の玉が画面上に行ったら、アバティファ、そしてクラウドの、チェイングループ2をチェインさせていきたいと思います。そうすると綺麗にですね、見えたかな、60ヒット目に入ったんだけど、まあこのゲームは、フルチェインの数が基本的に、まあかけ、なんて言ったらいいかな、まあ今回のアースレイブ系で言うと、まあそれぞれが10ヒット持ってますので、まあ10ヒットかけるトリプルの3で30で、2人いるのでかける2の60、マイナス1した数字が、フルチェインした数になってます。なので今回59チェインが、フルチェインした形で、さらにエアリスのホーリーがプラス1チェインになりますので、60チェインしてれば綺麗に入ったということになっておりますと。で、なんでわざわざ一番最後に持ってかなきゃいけないかというとですね、今回それもちょっと合わせてご紹介していこうと思うんだけど、まあ、同じようにカーバンクル召喚しまして、まあ、ターゲットをまた自分にやっていきましょう。で、今度は明らかに、まあ、早いタイミングで、アバティファクラウドを、あ、遅いタイミングだね。で、チェインさせていきたいと思うんだけど、なんでわざわざホーリーを最後に持ってかなきゃいけないかというと、ホーリーが発動すると、今分かったかな？チェインが途中で途切れたんだよね。で、見てみると、まあ、さっき綺麗に60したものが、まあ、50まで減りましたと。で、そうするとなんでかっていうと、ホーリーの跳ね返り分が、5発あるので、まあ、変にね、5発ドンドンドンって入るので、チェインが途切れちゃうんだよね。だから、一番最後にわざわざ持っていく必要があります。これはどのチェイングループでも全く同じことが言えますので、ホーリーは最後の一発に、こう持ってくるみたいなイメージ。で、基本的に3倍というか、そのチェインの、ダメージ倍率に乗るのが最初の一発目だけだから、後の後ろの4発とか5発は、基本的には、倍率は乗らないから、あまり気にしなくていいんだよね。だから最後の、最初の一撃を、チェインの最後に持ってくる。これを意識してやっていただければと思います。じゃあ続いて、トリプルのチェイングループ1やっていきましょう。はい、じゃあ続いて、チェイングループ1のトリプルのタイミングご紹介していきましょう。で、そしたら、カーバンクル、今度は、アバティファが発動いたしました。で、エアリスは今もうホーリーの準備ができてますので、ターゲットを、アバティファにしていきましょう。で、今度はね、光の玉が下に1回目落ちてきて、あ、さっきのアースレイブ系で言うと光の玉が上に行って、下に今度は落ちてくるんだけど、その光の玉が落ちてきたタイミングで、心の中で1、2と数えた2のタイミングでチェイングループ1を合わせてください。で、上に行って、トン、1。2でチェイングループ1をトリプルを押してあげれば、まあ、47プラス1の48チェイン入れば OK と。今見えたかな、まあ、ちゃんと見てみると48ヒット目にホーリーの一発目が入りましたよといった感じになっております。これがチェイングループ1のタイミング、光の玉が下に落ちてきて1、2のタイミングの2で押してあげれば綺麗に48ヒット目に入るようになっております。 OK かな。じゃあ続いてチェイングループ16やっていきたいと思います。はい、じゃあね、続いてチェイングループ16のトリプルタイミングご紹介していこうと思います。さっきのね、チェイングループ1とね、結構似てて、さっきは弾が降りてから1、2でやったと思うんだけど、タイミング的にはね、1、2、うんみたいな感じで 2.7 秒ぐらいの間隔なんだよね。もうそこはね、もうほんと人の感覚によるから難しかった。トリプル16がね、結構押してるのが難しいなと思ったんだけど、まずはホーリーの準備。で、これは、トリプルのチェイングループ16と同じようなヒット数のアビリティ、聖剣伝説の宝器を装備させております。これだね。で、次、レノは、
レナは普通にトリプルのチェイングループ16持ってるのでやっていくんですが、タイミング的には真面目な話、さっき言った通り 2.7 秒から 2.8 秒ぐらいの間隔で押すのがぴったしなんだけど、ちょっとねそんなものはねやってられないと人の感覚によるので、ちょっと合言葉はね皆さんに教えていこうと思うんだけど、タイミングはさっきと同じなんで、スラムの花売りデート1回のこの1回のイで最後終わったイに合わせるとやると、まあ、ちょうど今は見えたかな、ちょうど54ヒット入ったんだけど、まあ、今回トリプルは OK54 ヒットだね、チェイングループがまあ16なので9ヒット ×3 で27ヒット ×2 で54ヒットあってマイナス1の53が、チェイングループ16のフルチェインした形になります。なのでエアリスのホーリーが入って54ヒットがフルチェインで、さっきのは弾が下に降りてから、スラムの花売りデート1回の一番最後のイのところでトトンって押してあげると綺麗に入るようになりました。これで何回やってもマジでこれで入るのすごいんだよ。マジでねもうこれしかない。こう 2. 何秒とかちょっと人の感覚によりすぎるから、ちょっとこの合言葉でやっていただきたいなと思うんですけど、押すじゃん、弾が降りてくるじゃん、スラムの花売りデート1回のこの1回のやっぱ最後のイでやるとちょうど54ヒットになるんだよ。こういう風に何回やっても54ヒットなんだよすごくない？これをちょっと皆さんにも教えてほしい。ちょ電車の中とかで言うと何こいつって思われちゃうから、ちょ心の中で言ってほしいんだけど、こう弾が降りてからスラムの花売りデート1回でポポンと押すと54ヒットになりますので、ちょもう一回やろうか。ちょ何回やってもこれはマジでできるから、ほんとみんなにねぜひともやっていただきたい。まあ、ターゲット決めるじゃん、でエアリスト押すじゃん、弾が降りてくるじゃん、スラムの花売りデート1回で押すと、まあ、ちゃんと54ヒット目にエアリスのホーリーが入るようになってるんだよ。何回やってもこうなんだよ。だからちょっと皆さんにもぜひこれはね真似していただきたいなと思います。じゃあ続いてレインとかアオフィーナの30ヒットの LB やっていきたいと思います。はい、じゃあねラスト、エアリスのホーリーにレインやアオフィーナの30ヒットの LB 織り交ぜていきたいと思います。タイミング的にはねチェイングループ1のものに非常に似ていました。ただチェイングループ1の時よりもワンテンポ遅いようなものになっております。OK だね。じゃあ全部準備ができたのでタイミングご紹介していくと、チェイングループ1の時は光の玉が降りてきて1、2のタイミングでトトンって押してたんだけど、レインたちの場合は1、2、トトンという感じで2の後にワンテンポ遅らして、押すみたいな感じになってますので、まあ、ちょっとねやりながらご紹介していきます。まずは光の玉が降りてきたら1、2、トトンという感じで2の後に、まあ、2人を押していくような感じとなっております。そうすることによって今綺麗にね60ヒット目にエアリスのホーリーが入りました。このタイミングをねぜひ覚えておいていただきたいかなと思います。まあ、ちょっとじゃあね全部のタイミングをおさらいしていこうと思います。まずチェイングループ2に関しては光の玉が1回目上に行った瞬間だね、あそこでチェイングループ2の2人を押してください。でチェイングループ1は光の玉が1回目降りてきてから1、2の2のタイミングでトトンで、チェイングループ16のトリプルに関してはあの合言葉スラムの花売り、デート1回これをやっていただきたいと思います。いや本当にこれが一番いいんだって。で光の玉が降りてきてスラムの花売りデート1回でちょちょんと押していただければ、まあ1回の最後のイのところだね、あそこでちょちょんと押していただければ綺麗にねホーリーが入りますと。でラストレインとアオフィーナの30ヒットには、さっき言った1、2、トトンという感じでやっていただければと思います。エアリスのねホーリーのタイミングはちょっと練習が必要かもしれませんが、皆さんぜひ使いこなしてみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それではさよなら。